どうもハゲです。出た。告知をさせていただきます。12月30日の20時から21時で宮沢森生さん、森江さんチャンネルの生放送にてインスピ YouTube 好きの4人でシングルスマッチします。参加チャンネルはディスワタリーチャンネルから綿のつもり、30代から始めるテニスチャンネルから沢博さん、ゼロから始めるテニスからゼロテニさん、そして我らが宮沢森生さん、モーリー宮沢森生さんのチャンネルで生放送予定ですので、皆様どうかご覧くださいませ。以上告知でした。どうもモーリーさんのアイコンです。こんにちは、モーリーです。さあ、というわけで最近ボコられてる筋肉マンナオさんにお礼参りしましょう。ハゲのサーブで試合開始。出た。ナオさんには防御は効かないので出ます。やはりストロークが鋭いです。押されますね。伸びに押されて合わせられない。いやー、ナイスコースです。ナオさんサーブ。時間作って粘る。ほふられる。やはり防御が効かない。きちんとスライスでしのぎましょう。はい、ナイスサーブです。低く浅く、高めで深く。ちょっと甘かったけどミスを誘えました。調子が悪そうなナオさん。さすがのバックハンドです。一本。ドロップリターン成功しました。子猫も見に来てましたね。ハゲのサーブ。良い出だし。狭いところ狙ってしまいました。出た。ラッキーです。力みを誘えましたね。回り込まれるとコースが読めません。これは終わった。一本です。これはまずい。危なかった。なんとかキープです。ナオさんサーブ。下がれませんでした。ナイスショットです。あ、終わった。ナイスショット。お猫様断乳。危ないのでご退場くださいませ。再開。
コースが甘かった。ボールを抑えられませんでした。ハゲのサーブ。サーブが甘いと打ち込まれます。徐々に下がるハゲ。甘い。危なかったです。ラッキーです。まあ攻めた結果なので仕方ない。キープできました。なおさんサーブ。いやー、このラリーは好きですね。このゲームは振り切っていきましょう。振り切っていかれました。ナオさんのストロークにまた押されてます。ナオさんも展開がうまいです。ラストゲームはハゲのサーブ。フォルトはあかん。スライスで対抗。回り込んできましたね。深い。曲げて逃げます。ブーン。このラリーも好きでした。ハゲがマッチポイント。今回はハゲが筋肉に勝りました。良い年末が過ごせそうです。残りは美和さんと奈緒さんと遊んでいただきました。いやー、ナイスラリーでした。来年もよろしくお願い申し上げます。もういくつ寝るとお正月ですね。今年も早かったな。次回はグリグリスピンのあの因縁の相手です。